あ、これだけ動くってめちゃめちゃ強いですよね。からすみ餅の天ぷらと、あと手前が、堀川ごぼうのひげ根の天ぷらでございます。からすみ餅は料理で巻いて召し上がりください。どうぞ。それでは失礼します。シナモンがちっちゃくて用なかったんですよ。あ、今日初めてなんかちょっといいのが。よろしければお分けいたします。すみません、焦げちゃったんで直してます。お願いします。すみません、いつも甘えております。ちょっとちっちゃい方がいいですか。いいよ、それでいい、大丈夫。汁物は結構ね、大原で取れました水月大根、こちら蒸しただけでございます。お出汁にはお塩、お醤油、一切使っておりません。かつ卵のバランスでお出汁取っております。これは味付けせずに。塩締めと焼味の紫ウニでございます。お手元にあります加減醤油と熟成塩、お好みのをつけてお召し上がりください。すみません、後ろ行きます。
でございます。まあ、そのまま食べていただいても、粥にかけていただいても美味しいので、どうぞ。えずがまの蓋はお好みで、粥に絞ってお召し上がりください。粥と短冊かぶら蒸しでございます。粥の短冊かぶら蒸しです。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。